ということはこのままこっちで、おー出た、あなたはなーに。おっそすー、ギルト続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ体育館の地下に行く感じになってるんですけれども、またニョロボンの絵があって、でちょっと燃えとるけど、これは消しといた方がいいのかな。一応消せるね。 OK 行くぜ。地下室にははしごが多分あるんよな。こっち OK、あそこしゃがんでいけってことやね。輸入機は持てない、いっぱい。行くぜ。失礼します。あ、お、おい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 。顔怖い。あ、おえ、おえ。アウチ。アウチ。あ。もう後戻りはできないわね。困ったわね。いきなりだね。すげえ落ちたけど、またこんな鉱山みたいなところを。バッテリー、あ、バッテリーも今いっぱいか。なんかボス的なやつ出てきたりするんちゃうの。通るよ。吸入器もまたあるけど、あ、ここやね。あ、やってきたぞ。あ、なんか来る。あ、ニョロボン、やっぱりあなた。え、また他に方法はない。やらなくちゃ言うてるけど、どうやって。なんかこれ気になる、気になる。おえー、食らった。でどうすんの。シュー、正解してる。いえ、意外と初見で、初見で俺ちゃんとなんかいい感じ。ちょっと待って、他は早い、あいつやばい。同じところでも何回でもできんのかな。もう一回カチャッと。どう、聞いてないね。危ない、った、食らった。これはさ俺どうじゃ。チューン、チュンチューン、ういゲルモノ。あとは、あとは、あそ、お、どこ行った。反対回りせなあかんじゃんこれ。ちょっと待って、火が増えてる。一回吸入飲めな。ちょ、口いったい、それ痛いわ。ちょっと、ちょっとダッシュができない、フラフラ。待って、待って、ちょっとだけ待って、ちょっと、ここじゃないの、ここ、ジューン、おら、バカだれ、熱、その熱いのせこ、はーい、おー、どっち、おー、いった、余裕やん、はい、余裕、アニョロボン、楽勝。うわー、動いた。楽勝やと思ったら動いた。これでまだなんか出るけど、なんもないね。上登る感じだね。じゃあ失礼するね、行ってくるね。お疲れ様でした。私は上に行きます。エミリーいるか。どうなんだエミリー。ん、
あと少し。カメラワークは今は帰れねえけど、行くぜ。はい。え、あ、ここもカメラが帰れないぞ。ちょっと吸入。あ、カメラ動いた。吸入取って、オッケー。この感じで行きます。あ、あ、屋上やな。屋上来たよ。あっち側になんかアイテム。うん。あ、あいつら。え、そうね。あ、ん？エミリーしか見てない。上にエミリーと、いや、エミリー普通にくつろいでるやん、なんか。もう一人誰かいるで。おーい。あれは、おじいさんかな、なんかあのチケット売ってた。ちょっとこっち行けそうやし、行く。なんか向こう側にもアイテムあったっぽいんだ。シュー。あ、ちっち。あ、ちっちです。よ。キーン。よし。なんかあるやろ。あ、牛乳。ゲッチュ。これはなんだい？暗いな。変な本。ただ家に帰りたい。お、もういっぱいなってきたで。なんだこれは？どうしてこんなところに？昨日もいつもと同様ひどい一日だったが、少なくとも私を生きたまま食べようとする怪物が街を走り回ったりはしてなかった。だが今日、私はこの地獄のような悪夢の中に閉じ込められている。そこら中灰だらけだ。それに月がない。昨日は満月だったのに今日は月の欠片すらない。だがこうなったのはいつからだ？私は未来へ送り込まれたのか？異次元世界にいるのか？みんな怪物になってしまったのか？私は実は昏睡状態で、これは全て夢なのか？どういうことだ？何も思い出せない。こっから脱出したいが、この狂気の沙汰の実態もわからないのに、どうやって抜け出せばいい？もう何を考えたらいいかもわからない。逃げ道がないことは確かだ。車は動かないし、電話もつながらない。走って逃げようとしたが、どれだけ進んでも振り向くと街から1マイルも離れていないところにいた。あら。きっと私は檻の中にいるのだろう。そうに違いない。何かが私をこの奇妙な檻に閉じ込め、苦しむ姿を見て楽しんでいるのだろう。そいつは私が死ぬまで苦しませるつもりだ。あるいはもっとひどい事態が待っているのかもしれない。まだケーブルカーを試すという道は残されている。チケットの断片はポケットの中だ。どこで手に入れたかは覚えていない。もし誰かが私のために残しておいてくれたなら、それはヒントなのかもしれない。怪物に捕まらずにケーブルカーまでたどり着けたら自由になれるかも。まだチャンスはあるのかもしれない。もう、え？閉じ込められてるとかそういう、うわ、びっくりした。お前はあれやんな、チケットの人。これで何個目でも、チケット断片。え、でも心臓多分俺余ってんのよな。4でもこっちは3。心臓の方が多いよね。へーい、へいへーい、いっぱいいるけど行くで。シュー、シュシュー、なくなった。シュシュー、オッケー、これでいいかい。来たよ。あ、ん？ん？このみんなも一緒。どうした？あ？来たよ。来ましたよ、私。うん。あ？置いてったくせに。あ、俺転校したってこと？うん？うん？You're my cousin.
私のいとこでしょ。なのに私は無視した。そんなことないよ。あれ、何やったお前。お、やんのかお前。Look around, Sally. Does it look like home to you? いや違うと思います。超ネガティブ。あ、なんか来た。は、あら、あ、それよりお前誰なん。No. え、you. 君があの子を救うはずだったの。 What? え、怒られてる。 I've tried. 俺 I've tried so hard. 怒られてる。 No one's trying to help me. え、 It'll be okay. なんやねん。 Perhaps we can still do something. I know where they'll take her.やつらが彼女を連れ去った場所は分かっている。誰も手の、あ、なななな、お嬢ちゃんが入るのを手伝ってやろう。え、何がよ。She's right. The town is doomed. We're doomed. 何その悲しげ。Come, Sally. You need to see. 見せたいものがある。何？あ、あ、消えた。怖。あ、あ、あっち行ってる。あ、消えたね。あんなにいっぱいいたのに。こっちはなんか、なんもないの？なんもないね。せっかく来たのに。あのおじいが？なんつってた？何を見てほしいんや？あ、What is that? 何？ Is that... ベセルウッド？ But if that's... Then ここはどこ？この場所は何？ What is this place? ベセルウッドって何や？ Emily was right. This isn't your home. It's somewhere else. 全く違うとこか。But there's still hope.お前は何者？ケーブルカーに乗ればこことは永遠におさらばできるんだ。だがその前に君のいとこを見つけなければ。I don't understand. How do you know all this? そうやな。何でしてんの？ Do you know Emily? What exactly are you? そうそう。お前誰？ I'm a friend. 友達。I've been helping. 君が来るずっと前から私がエミリーの手助けをしていた。そして今度はあの子を家に帰すために君の力を借りたい。んなんか今目が緑やったなこいつ。ん？絵の？学校の入り口だ。急がなくていい。しっかり準備するんだ。エミリを見つけるまで鉱山からは出られない。ん？準備ってでも何すんの？は。は。あ、開いた。不思議な老人に会いましたけど、結局誰なのかは分からずのまま行きますわ。Man. ん？ So he knew Emily all along. そうやな。Is he really trying to help us? But if he is, why does he keep hiding stuff from me? I really want to trust him, but anyway, it's.信じるしかない。ああ、やっぱここに出てくるんやな。これは思ってた通り。ん？吸入吸って取って、これなんかありそうやな。ん？何がカラカラ。あー、止まった。え？ん？バツって出るけど。ん？ちょっと待って。バツって出るけど何もできへんってことは、これをあれか、先に止めろ的な。え、こっちも出るから、こっちも止めて、お、なんか飛んできた。ナイス。ナイス。何がや。機械を動かすのにこれが必要なのね。正しいものを見つけたらこれを使って直せばいいわ。これでなんかできんのか。ウィーン。どう？
あ、着いた。で、おおおお、なんだなんだなんだ、おお、いったー。あ、心臓取るための。これでも俺使うところ全然見つかってないんやけどさ。あ、私たちは友達だ。あ、全部日記埋まった。私たちは友達だった。サリーは私のことを好きでいてくれた。一緒によく遊んだ。でも今は彼女もみんなと同じように意地悪になってしまった。これも全部私のせい。私ってやっぱり泣き虫でつまらないバカな子なのかも。だからこんなところへ来てしまったんだ。だからお化けたちは私を食べようとしているんだ。いじめっ子やサリーのことは考えないようにしてる。でも何かを考えないようにすると、それがこのおかしな本の中に出てくる。ん？親切なおじいさんに助けて頼んだ。とても優しい人よ。彼と一緒にいると家に帰ったような気持ちになれる。おじいさんはできるだけ姿を隠して待ってなさいって言った。ここにいるべきなのは私じゃないって。ん？だから結局おじいさんの正体は？それが分かってねえぞまだ。これでニューン。失礼しまーす。これであとはメインビルの方に行けと。なんやねんメインビルって。お、そっち行くか。じゃあ今のうちにこっちに、さささささ。こっち行ったこと、ここ行ったことあるんやったっけ俺。この草むらん中はこんなとこ来たこと、ここまで来てなかったっけ俺。なんかそんなに記憶ないぞ。でもなんもねえか。ブランコ、あー、こういうのがいるのね。ってことは意外と全員探さなあかんのかなこれ。は、断片、断片全部集めな帰れへんとか。あれ、あ、あ、まだ、あ、あ、まだもう一行ありました。全部取れてなかったわ。岩の人々、私についての本が欲しい。長い。ここは全く狂っている。だが少しずつ様子が分かってきた。全てはまさに悪夢だ。奇妙な目に見つめられ、悪魔のような怪物に追いかけられている。しかしここには岩の人々もいる。彼らは怪物じゃない。岩の人々は知性のないあの怪物たちとは違う。あの悪夢の中に住んでいる者はほとんどみんな私を殺そうとしているが、彼らは、まず彼らは動かない。だからじっくり観察することができた。そして分かったことが3つある。それを知って余計恐ろしくなったが、そう、3つだ。まず1つ目は、彼らの近くで耳を澄ませて初めて分かったのだが、彼らは息をしている。彼らどういうわけか岩の中で生きていて、何か奇妙なことを支えている。彼らは私と同じく現実世界の人間ではないだろうか。そして何かにひどく苦しんでいるようだ。二つ目は見ればすぐわかることだった。彼らはみんな本を一冊持っていて、中にはわけのわからないことが書いてあるが、あの本は彼らの思考ではないだろうか。例えば何らかの魔法で彼らの考えていることが本に姿を変えたとしたら、突拍子もない推論だが、その可能性はある。まずあの本はとても古いものに見える。古代の書物とでも言えそうな何千年という古さだ。だがその中にはトムのことや鉱山のことなど最近の出来事が書かれている。それに手書きではなく印刷されているのはなぜだ。あ、そうなんや。しかも記載は一冊に一つしかない。これが日記のはずはない。この全ての混乱を巻き起こしている闇の力が人々の記憶を本にしているのだろう。そうに違いない。そして三つ目はチケットの断片。岩の割れ目から彼らがみんな紙切れのようなものを持っているのが見えた。何かはわからないがケーブルカーのチケットの一部だと思う。私も一枚持っているがどこで手に入れたかは覚えていない。そのことが一番恐ろしい。というのも私と彼らの共通点がそのチケット。なるほど。自分もそうなるかもってことよね。どっかに捨てようかとも思ったがどうしてもできない。何か大切なもののような気がする。もう何が何だかわからない。こんなところで死にたくない。それに岩なんかに決してなりたくない。だがどうして頭から離れないことがある。ん？もしも。もしも自分が岩になったら、私に関して書かれた本が現れるのだろうか。現れたよ。俺がそれ、読んだよ。
ああ、砂になっちゃったのかな。どうなんやろ。やっぱ全部の心臓と全部のあの岩の人を救わないとここの世界から脱出できひんとか、そんなこともあったりします。まずこっから出して、えい、びっくりした。俺どっから来た。あ、ここだね。見えてる？見えてない。あ、さ、あれ、来る？来たら凍らすぞ。来たら、あはははは、はやほー、はやほでした。残念でした。俺そこじゃありません。私こっちです。これでメインビル一旦そっち向かう感じでいいかな。ささ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 さ。こっちの、あっち戻んのか。メインビル。ははは。ここ？もう一回戻んの？ここやな。もともとでも俺こっから来たんじゃないの？あれ？いいのかい？こっちで。帰ってきたよ。俺の、どこそこ、玄関の方に行けと。わあ、なんか今更感やけど。怖いわ、意外とこっち。かっちゃ。こっちの世界の方が、怖く感じておりますわ。あ、こっち、の、ん？いや、もう着いたぞ。あ、でかっ。あれ、おじいさん？そんな背でかかったっけ？あ、ちょっとかっこいい。あれ？Are you ready, Sam? あ、びっくりした。ん？一緒に来てくれないの？行けたらよかったんだが、昔のような力がもうなくて。昔のような力。ん？そうかもしれん。I'm going to open the door to the mine for you. 鉱材の扉。When you find Emily, I'll open エミリーを見つけたら別の扉を開く。そっから出ておいで。Once you both resurface, run to the cable car. ケーブルカーまで急ぐんだ。To escape this wretched place. Now, pay attention. とても大事なことを言うぞ。Extremely important. なや。You must give your 君が持っている切符をエミリーに渡すんだ。Otherwise, the cable car won't 出ないとケーブルカー動かない。え？ I think so. Good.多分そうすると思います。Ready, 目が緑やな、やっぱなんか。And Sally? ん？ Yeah? なんだ？ Take care. はい。Doing so well. Thanks. うん、ありがとう。おー、あ、消えたー。マップ見ると左側行けっていう感じになってるけど、こっちから出たろう。あんま関係ないと思うけど。はあ。隠された秘密をとか言って今なんか一瞬ロード中に見えたのが気にはなるんですけど、一旦来たぞ。やあ、あ、エミリーを見つけて悪夢を終わらせる。どこここ、外に出たケトって感じか。はあ、ですね。予想以上に変な場所ではありますね。どっちや。
あ、こっちか、鉱山やから。こん中が。バスクラッシュしてますけど。行くぞ。こっち。さっ。やべ、どっちから来る、そっちから来る、バカめが、そこにはおらんわ俺は。残念、カラスのくせに。カラスなんかな、うっつ、おお、急に動くなお前は。でどこに行けばいいんや。あそこは多分、うい、倒すしかないかなこいつ。ちょっと倒してやるか。ちょっとお前邪魔だ、お前邪魔だ、お前邪魔だからちょっとやるぜ。うん、バレてない。でこっちにバッテリーが1個余っとったから、バッテリー、よし。でここ、そういうことやんな、やっぱ鍵を開けるためにあっち行かなあかんってことやんな。暗いな。あ、見えとらんなあいつやな。さ、は、は、バカめ、うい。で、あ、これに当てんのか光を。キーン、うん？なんか動いた。あ、ちゅ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 。そういうこと。うん。さささ。さ。気づかれている。大丈夫か。で、あ、あれか。リーン。何？どれが、あ、それが動くの。あ。で、ああ動く。そんな大した高さじゃないと思うけど。オッケー。で、バッテリー。で、こっから。あ、あそこに光当てれるのが。ピーン。どっかが、どっからなんか動いてる。さささ。ハマーさ、オッケー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 、これで入れた。はい、余裕だぜ。よし。で、鍵を開けといたら、うん、そういうことはできない？これは？こっちっと、あ、いたわ、普通に音鳴ったわ。ちょっとブーブー言ってますわ。大丈夫？で。ん？こっちか。こんなとこ行くのか。おお。気持ち悪いの。ってことは目ん玉。おい。他にもいるか。いるな。目ん玉いっぱい。こっち見んな。これで。あ、キーのー。取りますー。続いてが、あ、こっちいいな。うん、あっちから来たやんな俺な。ってことはこのままこっちで、おおおー、出た、あなたはなーに。倒れました。え、あ、あ、それ私の、あ、そんなつまんでギュッと。
え、諦めないからいや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 、めちゃめちゃでかかったで。これしかない。電気のやつがなくなった。懐中電灯なし。あらら、これで、これなんや。ふん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 。うい。あ、なんかトロッコ動かすっぽいな。ツン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 。トロッコ自体どこにあんにゃ。うんと、いる。こんなところに。ちょっと待って。あ、喋んな。ライトナッシングやからちょっと大変よこれ。こっち行きまーす。んー、トロッコがまずどこにあんのかが、あ、出た。パズル。どこをどうつなげんや。ここん？ん？どことどこをつなげんや。あ、ここと？ブーンってなって。いや。動かせるところが少ないな。ここ動かせないでしょ？三つ股と、ここはこう向けで多分合ってる。お、こうしてしまうとでも止まるよな。こっち側こんな感じになるよね。で、こう、ん？電気がこっからしか出てないから、あ、こうかこうして、こう、ん、いや、こっち回りのこうのぐるーっと電気を拡散させるには、あ、こうしつつ、こう、ん？しつつ、こうか。おいー。なかなか今回難しかったんやけ。で、ポチッと。あ、あれがトロッコね。OK。でも敵が湧きました。植えちゃいましたよ。ん？ここには一匹おるやな。あいつは別に。さっ。まずは、このトロッコを、ぐー。ゆっくり。ゆっくりゆっくり。来る。来るけど、俺の姿は見えへんやろ、どうせあいつ。は。バカだ。よしよしよし。はいはいはい。で、次は、引っ張りのなのね。見えて。なーい。あ、ほんだら。で、よし。いけてるいけてる。クイッ。全然いけてる。OK。よし。これでこっちの。お、いったか。ドッカンせんでもよかったんじゃない？別にそれぐらい。いやいや。
ジャンプでよかったと思う、それ全然。ジャンプできるでしょ。そんな大股ではしごな、登れるぐらいなんやから、全然、その大股な感じで、あの木の枠も破壊せんでも乗り越えられたでしょ。で、いっぱい。OK。よし。で、またトロッコ。邪魔だな。失礼します。うっつ、危な。ジェイコラ、危ねえな、やけどするでしょう。なんか落ちた、怖。あ、なんじゃこの場所。There she is. I'm almost there. エミリーか、あれ。あ、エミリー、行くぞ。どうした、あ、反応せえへん。なんか若干手が血だらけやったように見えたけど。さ、こっちで合ってる？さ、え？エミリー、こっち？ Are you really suffering that much? そんなに苦しんでいたの？ Is that the reason you ended up here? それでこんなことなったの？言うてるよ。反応してエミリー。うわ、何やここ。一旦こっち。風が出てるね。これもあれかい？これでいいかい？あ、いけるー。はー。よし、よしよしよし。よし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 。で、これも凍らして。ああ、なんでもありだ。オッケー。さあ、自販機。うん、ポチ。でもなんか使う、あ、 I love you みたいなの言ってたぞあいつ、バカだれ。うん、こっちじゃないのか、こっちらへん入れるな。こっちは誰もいませんか？あ、あ、なんか降りてきた。あれに乗って向こう側ね、オッケー。はいはいはい。で、ん？ん？あ、いるね。よ。どうやって中入んにゃ、ここ、あ、こうだね。うれ、どうじゃ。で、ああ、それ上がって、あ、こっちね。 I never made fun of Emily. But I didn't do anything to stop. 止めもしなかった。I looked for her every day. エミリーが消えてから毎日探した。そうなる前に助けられたはず。I should have helped her before that. I need to find her. 謝らなきゃ。I'm sorry. 大変だな。いろいろ思うところがあるんやな、一応な。でもエミリーは、え？いじめっ子よりお前の方が立ち悪いみたいな、なんか結構なかなかなこと言ってきたぞ、あいつ。ドドドドド、道揺れた。危な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 。急が、痛い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 、知らん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 。はあ、大丈夫か。で、ここまたどこ、鉱山で働く人のためのなんか更衣室みたいな感じ。こちら行きます。あ、こっちか。いやー、懐中電灯ないのつらいな。移転計画。見えとらへんけどな、全然俺には。暗すぎて何のこっちゃやけどな。二
二つの町。だから望遠鏡であんなものが見えたのね。なんか分からんけど同じ町が二つあるみたいな、そんな言い方よね。何もない、何もないことはないけど、あるけど。あ、でまたこれまたむずい。つなげなあかんところが多分いっぱい。こいつら全部にだから電気を通していかなあかんやんな。な感じになって、こっち行って、こっち行って、こっちじゃないな、こうか。で、こう。はい、行けた。はい、さっきより簡単。オッケー。電気取った。やっぷ。ん？これは？あ？これは何もない。もう一個なんかあんのか。じゃあまずはこれ。おい。そしてこれ。なんか開いた。なんか開いたけど、あ、トロッコ。これを、これを使ってどうすんだ。おお、もう蒸気出てくるんじゃありません、こんな時に。シュー、今のうち。怖っ。うわ、怖っ。で、ああじゃない。シューの、こっちもシュー。もう一回こっちシュー。で、今のうち。消えてくれ。間に合い。間に合わない。危ない。危ない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 。こう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 。おー。おー、怖っ。で、これでここ乗せんのか。おお、開いた。は、あー、待て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 、危なーよし、来てるね。吸入飲んで取って。オッケー、行くぞ。さっ、なんじゃここ。あ、進むべきはとりあえずこっち。もうあなたを苦しめたりしないから。多分ね、多分だけどね。もう少し待っとけ。こっち暗いな。あ、あいつ出てくんの、このタイミング。こっからじゃあまだまだいろんな展開がありそうなので、あ、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。おいおい、どうなっとんね、エミリー。それではまた、よろしくどうぞ。